さあ、三上智太選手対本日のゲストライパチ選手です。サード前、サードだー、難しかったな今のバウンドな。まだランナー走ってるよ、走ってるよ。ナイスラン、ナイスラン。チャン・ズージャ選手の即位さん、弓永ズージャ選手ですね。三上智也選手の即位さん、三上智太選手ですね。さあ、非常にいいピッチャーです。どうぞ。サード投手間に合う。オッケー、ナイス。オッケーで、おっと、ポロリ、アウト。ヒヤリとさせましたね。ひょうひょうと帰ってきますね、何事もなかったかのように。さあ、続きまして秋山翔吾選手です。この自粛期間中ですね、ずっと筋トレに励みまして下半身の強化に努めてきました。際どいところ。続きました菅野智之選手のそっくりさん、菅野智之選手です。割とですね、出塁率は高い方だと思いますね。さあ、どんなバッティングを見せてくれるのか。ものすごい速いのが低めに来ましたね。あれはなかなか手が出ないでしょう。三上智太選手、スピードは全然落ちません。容赦なくこのまま三振を取りに来るのか。うん、お、高め、お、当てましたね、当てましたね。あれ、そっくりさんはそっくりさんだけど、あ、これ吉田沙織選手のそっくりさんの吉口沙織ですね。すごいスイングやってますけども、はい。対するはネオ・アキラ選手のそっくりさん、ネオ・スバル選手です。さあ、キャラモンが続いております、このモノマネプロ野球。オールスター戦ね、キャッチャーはライパチ選手というね、贅沢な選手が揃っております。ネオ・スバル選手はですね、この自粛期間中に体重が10キロ増えたそうです。はい、そのおかげで球が非常に重くなりました。野球にはプラスになっております。さあ、今年オリンピックはなかったですけども、錦糸公園は、コロナに負けず対策をバッチリした上で試合をやっております。おっと、浮いちゃった。あー、ナイスです。ライパチ選手、ナイスキャッチです。さあ、やってきました今江俊明選手のそっくりさん、明日江俊明選手の打席です。今日はですね、 DJ もやってくれておりまして、すごい忙しい中、今バッティングできっちりルーティンを守りながらやってくれております。おっと、強肩、すごい強肩。ライパチさんに対して果敢に走ってきましたね。オスンファン選手のそっくりさん、お、スソファス選手。ちょっとボールが続きますけど、ここらでちょっとバットを振ってですね、試合に変化をつけてもらいたいものです。あー、いいとこだー、いいとこだー、これはいいとこ投げ切ったね。これは投げた人が、お見事、あっぱれでしたね。あれは振ったとしてもなかなかヒットにはならないでしょう。お見事です。ネオスバル選手、体重10キロ増加中です。ピッチャーが前進守備になってますね。これどういうことかというと、あ、少年ですね、少年。本日中学生の選手が打席に、なかなかストライクゾーンが狭くて入れづらそうです。よいしょ、おーっと、スイング取られます。すごいハイペースで投げております。お、いいとこ、あー、たあ、いいね、いいとこに行きました。あー、はい、ここはね、容赦なく、いいですよ、ちっちゃい頃からね、この勝負の厳しさを味わったっていうのはいいですね。はい、お見事でした。